ぶらり途中下車の旅、本日は渋谷からスタートです。旅人は、あら、黒部さん、何やってるんですか？ああ、おはようございます。実は私はね、このハチ公とちょっと世間話をしてたところなんですよ。いやー、しかし渋谷も変わりましたが、これハチ公、お前だけは全然変わらないね、うん、少し太ったんじゃないの？このハチ公はですね、昭和9年に作られまして、ずっと渋谷を見守ってきたわけですが、私もですね、この渋谷を起点にしてちょっとブラブラ歩いてみたいと思います。じゃあちょっと一緒に行きましょう。しかし若い時はこの辺りをよく遊んだ。もう知ってる店なんかないだろうな。青春時代を思い出しながらぶらり。ああ、電車ということは一駅歩いたということなのかな。ああ、やっぱりそうだ。あ、新鮮駅ですよ。なるほど。お、何？これ何屋さんでしょう。英気茶草。英気茶草？ちょっと洒落た店ですな。雰囲気のいい店。何のお店でしょう。ああ、お茶屋さんですかね。これだけど難しくて読めないけど、紅茶は読めるよね。はあ、こ、あ、よろしかったら中で召し上がっていきませんか。これはお茶屋さんですか。はい、はい、中国茶のお店です。よろしいんですか。はい、どうぞ。見てください、綺麗な方に誘われました。当然入ります。失礼します。あ、これ赤いラベル、やっぱり中国って感じがしますよね。あの、香港から取り寄せて。香港、はい、これ何種類ぐらいあるんですか。約70種類ですね。そんなにある。はい、これ珍しいね。これ中国の緑茶なんですよ。見てくださいよ、これ珍しい、初めて見ましたね。例えば一番安いのはどのくらいですか。一番安いの、うん、多分そうですね、100g600円。それは手頃ですよね。はい、ちなみにお高いのですか。そうよく聞かれるのですが、うちでは香港が本店なので、はい、やはりプアールが主流なんですね。はいはいはい、そうすると40年もののヴィンテージがございまして、2万8000円いたします。40年ヴィンテージ、はい、2万8000円。どんなお茶。中国茶の専門店を見つけた黒部さん。そうすると40年もののヴィンテージがございまして、2万8000円いたします。40年ヴィンテージ、はい。2万8000円。いよいよご対面。こちらに全部プアールが置いてあります。これが、はい、ちょっとこう手に取るわけにいかないよね。どうぞ。いいんですか。ちゃんとこちらは見本としてお出ししてるものなので、奥に行きます。だけどこんなね、円盤になってるっていうのは初めて見ました僕。あ、そうですか。うん、初めて見た。中国では古いお茶ほど珍重されるそうで、ここに並ぶお茶は厳選したお茶の葉を円盤状に押し固め、20年、30年、40年と熟成させたもの。円熟したコクと香りは例えようのない深い味わいだと言います。立ってのお願い。これはちょっと試飲させてもらうわけにいきませんか。いや、これはちょっと無理。そうなんですよ、すごく価値のあるものというか、枚数がこう、はい、希少なので、いくら頼んでもダメ。わかりました。無理を言ってすいませんでした。それ以外のお茶は試飲できるそうで、黒部さんは 100g1000円、3年もののプーアール茶をいただくことに。お待たせいたしました。これはもう数年ものと言われていて、はいはい、ほとんど寝かせてないようなものなんですね。だけど色も、これもね、色もなかなかいいですよね。じゃあその、はい、数年ものを、はい、普段お飲みになるんでしたらこちらぐらい十分ですか。はい、じゃあ頂戴します。いかがですか。うん、これですよ。これですか。うん、これがいいな。最初口に入れた時の匂いがね、はいはい、うん、なかなかいいですよ。ありがとうございます。はい、あらあら、お買い上げですか。
いい土産ができましたよ。今夜から飲みます。楽しみです。一駅歩いて思わぬ発見をした黒部さん、新鮮駅から井の頭線に乗り込み吉祥寺方面を目指します。まず最初の途中下車は、池の上でございます。東大前、池の上、下北沢は別にして、あ、一つ手前の池の上か。僕ね、ここ降りたことないんですよ。一回ちょっと降りてブラブラしてみます。ぶらりと降りたのは池の上。池の上からもう15分も歩きましたよ。いやいや大丈夫、迷わないでくださいよ。あ、何、なんか人が立ってるけれども、何屋さんだろう。ちょっと行ってみましょう。あ、すいません、なんで立ってらっしゃるんですか。いや、こちらのビーフシチューが美味しいんで、それで待ってる。お店ですよね。ええ、常連さん。ええ、20年以上通ってます。20年以上も、ええ、どこからいらっしゃるの。横浜からまさかここへ食べにいらっしゃるの。娘がちょっと学校に、こっちの方の学校に通ってるもんですから、ね、あ、そのついでに、そうですね。じゃあよっぽど美味しいんだ。いや、僕もね、お腹空いてきたからさちょっと並びますわ。すいません。なんでもこの洋食屋さんはビーフシチューがとびっきり美味しいんだそうです。お嬢さんたちも来るんですよ。待つこと30分。どんなシチューなんでしょうか。ああ、じゃあちょっと失礼します。今ね、そこでビーフシチューが美味しいって言って、あ、そうですか。ああ、奥様と、あ、主人です。厨房に入っていらっしゃるのはご主人、はい、で、2人でやってらっしゃる。はい、そうです。ああ、じゃあご主人は味にうるさい方。そうです。それはいいや。ご主人、いやー、いい顔してますね。その優雅な顔から美味しい味が出るんです。じゃあ僕その一つね、ビーフシチューいただきます。はい、わかりました。すみません、手を休めさせて申し訳ございません。はい、ちょっとお待ちください。連れ添って24年、レストランバリエは夫婦2人で家庭的なあったかいもてなしをしてくれる洋食屋さん。ご主人は店を構える前、一流ホテルでシェフとしてみっちりと修行を積みました。自慢のビーフシチューは野菜や鶏ガラをベースにことことじっくり煮込んだコクのある一品。おいしそうですね。はい、お待ちです。来ました来ました。いや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 、すごく肉は熱いですね。柔らかそうだな、いい色だな。これですいただきます。まろやかな味にするため隠し味にお醤油を少々。黒部さん、どう。うん、柔らかい、肉は柔らかいですね。ね、あ、このソースも美味しい。これはもちろんデミグラスですよね。そうですね。やっぱり調理人というのは愛情がないとダメですよね。そうですね、うん、一つ一つの食材にやっぱり愛着を感じて、うん、それを生かすように、はいはい、その持ち味を生かすような、はい、そういう料理方法がやっぱり大事だと思いますね。美味しいわありがとうございます、うん、ぶらりと歩いて名店発見。黒部さんはさらに散策を続けます。なんかおろしてますよね。あ、これは家具ですよ。ごめんください、はい、これは家具屋さん、古い家具屋さん。日本の古い家具専門店になります。はあ、はい、これ櫓ですよ。櫓ごたつ、今もう珍しいですね。今ないですもんね。ないです。僕らは昔これでこたつに当たったもんですよ。あ、あ、懐かしいな。あ、はい、え、あ、こちらはご売約いただいたものになります。まだ今車から下ろしたばっかりの品物なんですけれども、これから全部直しを加えてそれでお客様にご提供するんですけれども、その前にもう売約済みなの。なんと修理する前なのに売約済みの札があちこちに。なんでも目の肥えた常連のお客さんになると仕上がりがどうなるかすぐに分かるため、いいものは修理前に売れてしまうんですって。つまりそれほど腕が信頼されているわけ。黒部さんは早速店内へ。ごめんください。あ、いや、あ、もうここにも売約済みですよ。これはもうメンテが終わったやつですよ。あ、作りがいいな。これ水屋ですよね。え、今の人は水屋と言ってもわからないでしょうけれども、昔の食器棚、
ほんといい色だ。素敵だな。結構これは時代もんだな。店内には明治大正時代の和家具が200点以上。あの和家具というのはね、あの昔から使い古した中にこの人との温かみがね、こうひっそりと息づいてるし、こうなんかとってもホッとするものがありますよね。古い家具に再び命を吹き込む和の心。黒部さんを乗せた電車は世田谷区から杉並区に入ってきました。福町というと昔は何回か来てるんですけれども、こうして街を散策するのは初めてです。いい出会いがあるといいですね。幹線道路から奥へ入ると住宅街ですね。おお、これも洒落た家だな。ん？何か？お芋菓子、お芋のお菓子屋さんかね。ほう。おう。さて次なる途中下車は。浜田山、浜田山で降ります。あ、浜田山降りたことないな。ちょっと降りてみよう。思い立ったら降りてみる。これがぶらり旅の醍醐味。こっちだ。浜田山の駅降りるのは初めてですが、ああなかなかこう。ゆったりとした商店街ですよね。ちょっとブラブラしてみるかな。黒部さんは商店街を抜け住宅街へ。営業中。え、どこどこ？店だ。いやーしかし珍しいね。これはもうマンションの一室ですよこれ。あ、蕎麦屋だ。しかし蕎麦屋にしては珍しいよね。ショーウィンドウも何も出てなくて起こされています。ああ、いいな。みんなのんびりして、散歩するには最高の季節だな。黒部さんは爽やかな秋風が吹く中公園を抜け商店街へ。お、何？いや、いい字だな。なんて呼ぶんだろう。青雲堂って呼ぶんですかね。いや、何屋さんかね。ハンコ屋さんですよ。珍しいですよね。なかなか入るチャンスがないからちょっとお邪魔してみます。ごめんください。いや、これは洒落てますよ。なかなかいい雰囲気ですね。ありがとうございます。ねえ、この竹林の中でなんかゆったりしますね。ありがとうございます。ね、それじゃあですね、お宅のその自慢の料理を一つ。ここにこう散らしてある柚子の香り、これはいい。うん。続いてはフォアグラを椎茸に挟んで揚げた金の猿の腰掛けで、うまい具合にこのできてますね。これ見て驚き食べて納得、創作和食の数々。冬になるとテラスでこたつに入りながら料理を楽しめるそうですよ。ところで黒部さんは？あ、いました。何やってるんですか？ああ、いやー、いい字だな。素晴らしい。 皆さん、今回私はですね、この字のごとく気分の赴くままにブラブラと旅をしてみました。それが本当の旅の醍醐味かもしれません。いや、楽しかった。朝晩めっきり冷え込んできました。ふと気がつけば街路樹は秋の装い、木陰では虫たちが澄んだ音色を奏でています。季節の移ろいを肌で感じてみませんか。気の向くままにぶらり旅。